高山原に戻すめよ休めよ、お上はまたの神々を集えとことは、にかみつまります、かむろぎかむろみのみこと、もしてかむいざなぎのみこと、つくしのひむかの立ち花のおどのあがき腹にみそぎ払いたもうときになれませる腹えどのおおかみたち、もろもろのまことつみけがれを払いたまえ、清めたまえと申すことのよしおあまつかみくにつかみやおよろずのかみたちともに、雨のふちこまの耳振り立ててきこしめせと、かしこみかしこみを申す。かむながらたまちはえませ、かむながらたまちはえませ。合気道の技は無抵抗主義というものを目的にしております。非常に無抵抗主義というのは大変なる大いなる修行が必要と言って王先生も言っておられますが、合気道には一対一という考え方がありません。一対多数を常に頭に置いてと、前にいれば後ろにも敵がいる、前と後ろに敵がいれば右も左にもいるわけだと、四方八方に敵がいると思って技が成り立っておりますので、半身というのは前後前後ろ、この敵に対する対処に非常に一つのラインの一つのワンラインのところに立っているという状態が非常に前後に対する対処に早い。そしてそれがまた剣の稽古の時に非常に良い形になっているわけです。合理的な形になっています。一意味というのはさらに相手の動きに合わせて飛び込んでいく時、合わせに対処する時の裁きの時に、一意味という一絵というのは一枚ということで、相手の攻撃に対して自分と相手を結ぶ線に平行になる。半身というのは斜めになっているんです。一意味というのは相手との攻撃のところに一重重なる、平行になるというような、体が縦になります。そういうのを一意味と言って、それは飛び込んでいく相手の動きに合わせるという時に使います。当然身を守るため、身に相手の刀が当たらない、ついてくる槍に当たらないというような裁きのことを一意味。半身は 剣の場合、対実の場合、非常に前後の動きに対する裁きです。そして喧嘩腰というのは、一つのラインの上に両足がありますと横に非常に弱い状態になる。前と後ろは強いです。足は2本しかありませんから、前と後ろで前後を見るときは半身になります。そしてその2つの足、横の動きも強くするため、前後左右の動きを作るためには幅が出てきます。それが喧嘩腰という状態になる。これは非常に安定した形ですが、前後ろそういうことよりも安定した状態を指す腰の、あの捌き構えの言葉で、技の中にそういう喧嘩腰という幅の広い三角形、三角錐といいますが、その形は非常にまた大事な状態だと思います。まあ、非常に口で言うよりも稽古の時に随時指導いたします。